情報によると、北朝鮮の経済部門の交換が中国製の注射剤を投与された後に死亡しました。このことを受けて、金正恩総書記が平壌の主要病院に中国製医薬品の使用を禁止するよう指示したとのことです。インターネット新聞デイリー NK は19日、情報筋の話として、北朝鮮の経済部門の交換が5月初めに死亡したと報じました。 この交換は心臓病や高血圧などの持病が悪化したため、平壌医科大学病院で治療を受けていたといいます。しかし、回復の兆しが見えなかったため、病院側はコカルボキシラーゼを処方しました。北朝鮮では疫病の流行や国際社会からの制裁が原因で、輸入医薬品の入手が困難になっています。 当初、交換の担当医は北朝鮮製のコカルボキシラーゼの投与を提案しましたが、当の交換に国産医薬品を投与するわけにはいかないとして、他の医療人が反対したといいます。最終的に中国製のコカルボキシラーゼが投与されましたが、交換は死亡しました。この交換はキム・ジョン・イル時代から在任しており、長年にわたり、キム氏政権から信頼を得ていたといいます。 頼りにしていた経済部門の交換の死亡報告を受け、金正恩総書記は、平壌の主要な病院で中国製の医薬品の使用を禁止し、完全に撤去するよう命じたといいます。特に、中共ウイルスのワクチン開発のために輸入したワクチンサンプルのうち、中国産ワクチンは分析と研究から除外するよう指示したとされています。NTD ジャパンがお伝えしました。